ノエル・ギャラガーズ・ハイフライング・バーズは2010年にイギリスで結成されたロックバンドである。リードギター、ソングライターを務めるノエル・ギャラガーのソロでの名称でもある。現在のバンドメンバーはノエル、マエオアシスのセッションピアニストでもあった、マイクロー、クリッシャー・ロック、ゲム、アーチャー、ザ・ズートンズのベーシストであるラッセル・プリチャードである。また、 デビューアルバムでは、クラウチエンドフェスティバルコーラスや、ザ・ウィアード・ストリングスなど様々なゲストがバンドに参加している。2009年に、ノエルがオアシスを脱退した時から、ノエルがソロアルバムをリリースするのではないかと噂されていた。2011年7月にノエルは記者会見を開いたが、これは弟のリアム・ギャラガーがすでにアルバムに収録されている曲を聴いた。 という噂を否定するだけのものだった。2011年下旬、ノエルは、バンドのデビューアルバム、ノエル・ギャラガーズ・ハイフライング・バーズをリリースした。アルバムからは、The d e ブユ of You and Me, If I Had a Gun, aka, What a Life, Dream On, Everybody on the Run の5曲が、シングルカットされている。2015年、バンドは、セカンドアルバム、Chasing Yes t r d a y をリリースした。 ノエルは、ジョナサン・ローズが司会を務める番組、ザ・ジョナサン・ローズ賞で、バンド名の由来は2つあり、ノエル・ギャラガーズの部分は、ピーター・グリーンズ・フリートウッドマックを聴きながら、皿洗いをしていた時に思いつき、残りの部分は、ジェファーソン・エアプレーンの、ハイ・フライング・バードの曲名から来ていると語った。オアシスのアルバム、リグ・アウト・ユア・ソウルのリリース直後から、 ノエルがソロ活動を従っているという推測がされてきたが、2009年7月12日にオアシスの広報は事実と異なると否定した。しかし2ヶ月後、ギャラガー兄弟はライブのバックステージでリアムがノエルのギターを破壊するほどの喧嘩をした後、ノエルはバンドを去ってしまった。2009年8月28日、オアシスのマネージャーは予定されていた。 パリの音楽フェスでのライブを中止することをライブ開始直前に発表した。同時にヨーロッパツアーの中止、オアシスはもう存在しないという声明も発表した。発表の2時間後、バンドのウェブサイトに悲しいけどとても安心した俺は今夜オアシスを辞める。みんな好き勝手書くだろうけど俺はもう1日だって長く。 リアムと仕事がしたくないだけなんだというノエルのコメントが掲載された。ノエル・ギャラガー・オアシスの解散後すぐに、ノエルのソロプロジェクトの計画が持ち上がった。2011年7月6日、ノエルはロンドンで記者会見を開き、2011年10月17日にセルフタイトルのデビューアルバム、2012年にアモルファス、アンドロジェンスとのコラボアルバムをリリースすることを発表した。 2011年7月にリリースされたデビューシングル The d e a t h of You and Me は好評を受けた。これを受けてノエルは自身のウェブサイトで次のシングルは AKA What a Life であるとコメントした。AKA What a Life は2011年9月11日にリリースされた。If I had a gun はハイフライングバーズとして アメリカで発売された最初のシングルで iTunes ストアでも2011年9月20日に購入可能となった。ハイフライングバーズはセカンドアルバムとなるアモルファス・アンドロジェンスとのコラボアルバムを2012年にリリースする予定だった。ノエルはピンク・フロイドのダークサイド・オブ・ザ・ムーンみたいな感じになっている。 サウンド面はハイフライングバーズと似ているけど、よりサイケデリックでぶっ飛んだ感じ。エレクトログループじゃないけどアモルファスアンドロジェンスがエレクトロの機器を使ったって言ったらみんな驚くだろうねと語っている。ノエルは記者会見でコラボレーションアルバムに関してめちゃくちゃかっこいいぜ。18曲くらい収録されててクラウトロックとかソウルとかファンクみたいなのが入ってるとコメントした。 さらに、ノエルはアモルファス・アンドロジェンスとのセカンドソロアルバムをリリースするのを不安に感じていると語った。アルバムはいろいろな人から期待されていて少し不安だよ。聞いた時に想像と違ったりするかもしれない。本当は発表しなきゃいいんだろうけど、もう完成したんだ。これが俺が作ったものだよ。また、ノエルはノーコメントができないとも語った。申し訳ないけど、 俺はジョークが止まらなくなっちゃうんだよ。そういうところが面白いって言ってくれる人もいるけどね。でもそれって俺が正直ってことじゃないかな。2012年3月16日、ノエルはこの EP のタイトルはソングフロムザグレートホワイトノースであると発表した。EP は2012年4月21日のレコードショップで限定でリリースされた。収録曲は B 面や シュートアホールイントゥーザさん。ロンドンでのパフォーマンス2013年8月15日ノエルはスポーツバーで行われたキーキチームのマンチェスターシティなどについてのトークショーに出演したノエルはツイッターやメールで寄せられたファンからの質問に答えるコーナーでオアシスの再結成の噂について質問されると改めて2014年にオアシスが再結成することはあり得ないと語った また、ハイフライングバーズの活動について聞かれると、次のように語った。前作に入りきらなかった残りの曲が山ほどある。俺は今現在何をしてるかだって俺は曲を書いて、編集してる。確実に次のも作るだろうね。絶対に。約束は破らないよ。ノエルは、セカンドソロアルバムについてそれ以上語らなかったが、リリース日について聞かれると、 口ごもりながらも、わからないよ。でも出来上がったら必ず言うよと答えた。2013年10月20日、ノエルは、新アルバムの曲は、自身最高の曲であるとし、こう述べている。完成した新曲を演奏してみて、思ったんだ。めちゃくちゃいいぜ。もしかしたら、俺が、今まで書いた曲の中で一番かもって。まあ、ラジオから流れてきた。 ロックンロールスターを聴いたら、そんなことないなって気づいたんだけど。2014年2月17日、ロンドンのアビーロードスタジオで、ロジー・デンバースとザ・ウィアード・ストリングスとコラボレーションした、セカンドソロアルバムの収録曲の一曲が、レコーディングされたと、ザ・ウィアード・ストリングスのウェブサイトに掲載された。2014年5月29日、ノエルは、自身の Facebook ページに、 セカンドアルバムを制作していることを明言するようなエレクトリックギターをチューニングしている様子の写真を投稿した。2014年6月17日、ノエルの妻、サラ・マクドナルドはインスタグラムにノエルが新アルバムをレコーディングしている最中であることを示唆するような投稿をしている。サラはノエルがワールドカップの観戦に行かないと投稿した。みんな用意はいい。 ノエルは忙しすぎてワールドカップを見に行けないみたい。2014年10月13日、新アルバムのチェイシングイエスタデイが2015年3月2日にリリースされることを発表した。このアルバムからの最初のシングル、インザヒートオブザ・モーメントは2014年11月17日に発売された。その後、バラードオブザ・マイティーアイ、リバーマンがシングルとしてリリースされた。 多くの音楽フェスティバルに出演したほか、イギリス、ヨーロッパ、北アメリカツアーも行った。トゥイッケナムスタジアムでの演奏。左、クリス、右、ノエル。2016年、ノエルは3枚目のソロアルバムの制作に取り掛かった。同年の10月6日には、自身のインスタグラムに、スタジオでの写真とともに、新しい靴、新しいアンプ、新しいアルバム、 心の休まる日は来ないと投稿する。翌年の6月24日にはグラストンベリーフェスティバルに出演。昨年に公開されたオアシススーパーソニックの特別上映に出演した。翌月から U2 のサポートアクトとしてツアーをスタート。このツアーからギタリストがティムからゲームアーチャーに変わった。ちなみにゲームは2015年にモノエルのアコースティックライブで 共演を果たしている。2017年9月9日、バンドはマンチェスターアリーナの再会を記念したコンサートウィーア・マンチェスターのヘッドライナーを務める。2017年11月24日、サードアルバムとなるフービルとザ・ムーンが発売、ノエル曰く俺はヤバいくらい天才。このアルバムは7万8枚を売り上げ、英国アルバムチャートで1位でデビューし、 オアシス、ハイフライングバーズの両方としての10枚目のナンバーワンのスタジオアルバムとなった。2018年7月には、1995年にオアシス時代にリリースしていたモーニンググローリー以来となるマーキュリー賞にもノミネートされた。アルバムのリリース直後にジュールズ・クラブで演奏。キーボード、バッキング・ボーカルとしてジェシカ・グリーンフィールドが加わった。 2018年2月9日、バンドは北米でストランドット、オンザ、アースワールドツアーを開始し、その後2018年4月から5月にヨーロッパとイギリスで公演を行った。2019年5月2日、バンドは EP からのタイトル曲であるブラックスターダンシングを発表6月14日にリリースされた。2019年9月27日に2枚目の EP。 This is the place がリリースされ、2020年3月6日に3枚目の EP ブルームーンライジングがそれぞれリリースされた。2019年8月、バンドはスマッシングパンプキンズと共にアメリカツアーを行い、11月には U2 のオーストラリアツアーに参加する。ありがとうございます。